じゃあ皆さんこんにちは、かき氷氷室という機械を開発しました、スチュアートの上田と申します。実はですね、昨日から、沖縄の石垣島に来ておりまして、決してリゾートではございません。その氷室の、カクテルの氷をですね、ホテルの、オープニングパーティーで削るという大役をいただきまして、今その準備をしております。明日、明後日、しあさってと3日間、大変たくさんの方にシェーブカクテルを楽しんでいただくというそういう形で今準備を進めています。今回ですね、この世の中家の方で、ご指名をいただきまして、まあ、この氷室を通じたものづくりに関することを少し皆さんに、お話をさせていただき、いろいろなんかヒントになればなと思っておりますので、どうか最後までよろしくお願いします。まあ、2017年からかき氷機の氷室っていうものの開発を始めました。でもちろん私自身はものづくりをずっとやってきた人間でも何でもなくて、本当にいろんな方に助けていただきながら、まあ、機械を作ったわけですが、まあ、なんていうかな、何かを作るっていうのは、コンピューターのプログラム上でやるものもありますが、こうやって実際に手に触れるものっていうか、形のあるものですよね。これを作るっていうことの、その経験の中で、周りを見渡したら、なんか、やっぱり、普段普通に何も意識せずに使ってるものが、すごくこう、こんなすごいんだっていう、こう、新たなリスペクトが生まれるようなことがあります。例えば、ネジ一本ですね。プラスドライバーで締めるようなあんなネジでもですね、ネジ山の頭の硬さであるとか、こう、ネジを切っていく、この回転の幅であるとか、非常によく実は考えているということを知りました。で、まあ、そういう中でですね、今回ちょっと例として挙げていきたいのが、ホッチキスです。もう普通にみんな事務所でホッチキスやりますよね。で、あれホッチキスもね、機械もなんですけど、私特に気になったのが針なんですよ。もうね、セットでこう、この字型になってるやつをこうセットしてホッチキスでガチャってやる針なんですけれども、よくよく考えたら、僕らが、まあ、紙を閉じるときに、3枚の紙もあれば、10枚の紙もありますよね。で、紙の種類もいろいろ、まあ、ほとんどコピー用紙ですけど、やっぱりいろんな種類があります。これらを、まず、ザクッと穴開けるわけですよ。で、穴開けるのには当然、針のその硬さが必要だというのは想像つきますよね。ところがあんまり硬かったら、今度あれ、ホッチキスって曲げるじゃないですか。曲げるっていうことをするのに、硬すぎたら普通折ちゃうんです。ところが折れずに曲がって、そしてちゃんと紙を留めることができる。めっちゃ当たり前なんですけど、これってすごくないですか？なんていうか、その、針そのものもそうだし、それからその、ホッチキスのこの機械使う人、男性も女性も若い人もお年寄りもいらっしゃるわけですよ。そうするとその握力の違いであったり、それからこう、グッてやるこの速さもそれぞれみんなが違います。こういう複雑な条件がいろいろある中ででも確実に紙を閉じることができるわけです。これ簡単なようで、まあ、この氷室のですね、いろんな細かいことをやっていく中で気づいたことなんですけども、これすごいなということで、まあ、ホッチキスっていうのはどうやら明治時代ぐらいから発明されてこう使われだし、今の僕らがハンドで使うようなやつっていうのは戦後、使われるようになったみたいなんですけれども、その長年のこう歴史と多分改良の中で、どんどん変わっていったんじゃないかなって、思います。の部分です。さっき申し上げたように、紙を貫通する、その強さ、硬さ、そして先の形状、多分こういうところ工夫されてるんだと思いますし、それをこう最後にキュッて曲げる、曲げた時にも折れないような柔軟性とか、これらってやっぱり金属ですから、その素材のなんていうかな、配合の仕方っていうか、おそらく鉄だけじゃなくって、いろんな金属の、種類が混ざってるんかなっていうふうに思いますし、それから作っていく時には当然熱をかけて鉄を溶かせて、
ああいうものを作るわけですが、それらの温度であったり、その加熱する時間であったり、それから当然針の太さであったり、もちろん物を作って売るわけですから、当然コストもお考えだと思います。で、そういうようなことをですね、多分いろんなパラメーターで、テストを繰り返して試作をやって、そして一回製品に出しても、おそらくユーザーとか取引先からのいろんな声をフィードバックいただいて、改良に改良を重ねて今に至るということなんかを考えると、ホッチキス全然バカにできないぞというように、感じた次第です。まあ、こういうなんていうかものっていうかね、どうしても僕らって普段使ってるものからはそんななんていうか意識してっていうことなくですね、無意識にどん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 こう使ってしまうわけですが、よくよく考えたら、そのたったホッチキスのあの針一つにしても、多分その作ってる人、開発してる人はこうしたいとかこうありたいとかっていうこの意思をもう本当に結晶というか、これらを固めてできたのがあれじゃないかなと。で、決して手作りじゃなくて、これ大量生産ですよね。そうすると、そういうこうしたいっていうものを全部数値化して、そして原料の配合もすべてこう、ちゃんと決めて、そして生産設備をそれに合わせて整え、ラインを作ったり、輸送手段を考えたり、まあ、要は、当然大量に作るってことは、品質に、これらを作っていく仕組みを、構築しないとダメなわけですけども、まあ、こんな形のですね、ことをいろいろ考えていくと、本当にすごいなと、ホッチキス様々だなというように、実は感じた次第です。そこでですね、まず1回目、今日のお題のことなんですが、皆さんが例えば自分のこの身の回りでもう1回ちょっとこう見渡してみて、今まであんま意識してなかったけれども、なんかこれすごくないみたいな、そういう何かものを見つけていただき、まあそれをそう思った理由であるとか、こういうことだよなみたいなことを、お考えいただいたらどうかなって思います。では第1話これにて終了したいと思いますが、君ならできる、やりましょう。ではまた次回、失礼します。